えー、こんにちは、ロです、えー、今2時ちょっと前なんですけどナナちゃんがね実はちょっと尻尾を見てもらうといつも見てる方はわかると思うんですけど、えー、記録でね、えー、昨日今日とほぼほぼ散歩とかいろんな状況を私撮り続けて、えー、午後一番で病院にねちょっと走るんですけどその前に今記録で先生用にねまあ音は出さないですけれども状況が伝えればと思って。 動画をね、今、えー、3分弱かな、にちょっとまとめたんで、少しね、参考になればと思って、また病院から帰ってきたらそこも足して、公開できたらと思います。ななちゃんね、あの、まあ、私、日常で動画を撮影するのが趣味なので、最後に尻尾上げてたのが土曜日、夕方、夜ですね。で、これ、近くのシュナちゃんがね、ワンワン吠えてて行こうとしても、これでも分かります、尻尾。もう、このね、角度もそうですけど、ちょっともう、まあ、おかしい。 上げる、振るっていうレベルじゃなくてもだらっとしてるので、まあ、大体こういう時ってヘルニアか神経系のね、まあ、病気が一番大きいかなと思ってます、まあ今朝まあ後から出てきますけどこれ、今朝なんです、朝あの排泄はね一応やっぱ、ね、しゃがみにくそうにしてるから多分ね足腰、どっかの神経系だと思います。まああの ちっちゃいワンコじゃないし若いからと思ったんだけども動きが激しいのでこの子ちょっと心配なんですけど、まあ、これね排便するとこまあさすがにその便は映ってないですけどやっぱおかしいでしょでこれお友達のねワンコちゃんいつもも振りながら走ってってするんですけどご挨拶の時でさえもこう防衛本の発動ですねやっぱり自分が弱ってるんですようんで 気づいたのはね日曜日丸一日尻尾をあげませんでしたただ食欲はある排泄はする元気もある遊ぶし庭で走ったり休んだり芝掘ったりはしてたんですただ尻尾だけが絶対おかしいで触っても痛がったりはしないけどちょっと尻尾は気にしてたからあれと思ってました今朝もこれ今日朝なんですけど、まあ、この状態ということで、まあ、記録を今日もね 1>, えー、1時間ぐらいずっと寝回してでお庭だよって言ってもやっぱ尻尾上がらないんですよ。笑ったりはねするんですけどあのこうやってボールだけでも怖がったりねまあ、ステアリング代わりでも尻尾っ,ってあるのでねかなり恒例が使えないっていうのは犬にとってはかなり危機的なね不安な状況なんですよね。でまあ,あのちょっとね今から3時なので、えー 娘が大急で今いるんでね、ちょっと手伝ってもらってこのかわいそうな顔をちょっとね行ってまいります。えー、また報告します、えー。はい、帰ってまいりました。えー、結果ね、まあヘルニアではヘルニアではなくて神経がま尖ってねチクチクするヘルニアの方ではなくって、えー、変形性脊椎症でした。まあ、老犬さんとか飼ってる方とかはよく。 まあ聞きなじみのある名前かもしれませんが、えー、7に見つかったのは変形性脊椎症です、まあ、これ四角いやつがいくつかポコポコあるのは骨ですよね脊椎で。で右の 方、えー、方が尻尾に向かってる方でちょっと上に山みたいなあるこの辺がまあ尻尾を動かすようなあたりですね。でこの骨と骨の隙間が平行じゃなきゃいけないんだそうですけど私、うん、私で指さしてもあれか先生がこう今パワポでこうやってくれてるここがハの字にすごくなってますよね。これがもう変形している箇所要は痛み。 しびれの元麻痺の元のと麻痺ころですで身体チェックでね歩いてる素振りとかはちょっとおかしいかなと思ってたんですけどあの2、まあ、本立ちさせて右左って片足でこう横跳びの身体検査をしたんですよ。まあ、右がね全然ついてやっぱいかないしびれ痛みがあの激しく出ていると。でまあ、撫でて嫌がるとかはなかった なので私もそこまでは気づいて正直なかったですヘルニアかなんかできちゃったかなと思ってましたでこの上の先生が今なだらこうシューって動かしているところが他の骨前の方の骨はまっすぐじゃないですかこれがやっぱり違和感たっぷりでこうボコボコボコこういうところがそういう症状だそうで、えー、まあどうしていくかというとまずは まあ炎症をしているので炎症止めとか鎮痛ですね対症療法をしますあとはまあ本来は絶対安静階段であるとかベッドとか急に走るダッシュこれは結構来るまあただし2歳以下菜々、まあ、ちゃんまだ1歳7ヶ月なんで,で出るっていうことはあんまりないかといって先天的っていうことでもないから本当にまあちょっと負荷があるかあと 筋ちょっとごめんなさい忘れちゃったんですけどその支えるところのそういった、まあ、筋肉じゃなくて筋的なものがまあ伸びてる、まあ、人間もありますよねよく支えてる筋が伸びきっちゃってとか緩んでて、えー、支えきらないなんて聞いたこと私もありますけれども、まあ、そういう状態、まあ、右の後ろ足だったんですががなってるということで、まあ、ちょっとねもしよければ。 まあ、高齢さんとかだと結構知ってる方もいるかなと思ってうちはね正直あの私も初めてですうん、まあ、軽い腰痛とかとかはねあってもちょっと変形症までは私の経験上はちょっと初めてなんで、まあ、よかったらサプリであるとか何か、まあ、こんなことを食材に混ぜてましたとかアドバイスをいただけると すごくく助かかるなとと思いいましてちょっと声かけをさせてくださせだもしぜひ知ってる方あられましたらあのー、ぜひコメント欄にお願いします。まあ、とりあえずね階段で2階で寝てたりしたんですけどちょっと突っ張り棒して2階はダメ、まあ、本人ちょっと痛いんでもうね来ないですけどねうんちょっとね階は特に2メートル縦ジャンプをしてへでもまっすぐの垂直のへでも飛び乗るような身体的な子なんでやっぱり。 なかなか本能的な行動を制御するというのは難しいですけど、まあ、家族でできる範囲、ね、あの穏やかにあの庭でもゆっくりな遊びをちょっとさせていこうと思っています。まあ、散歩はすごくもうしたがらなくなっているので最低限のおトイレだけはしっかり1日4回、ね、あの昨日はもう5回行ったね夜中も行ったんで、まあ、付き合いながらまずは10日間の投薬です。でそれででもまあ途中でひどくななる一、えー、向に変わらない であればま数日以内に行くということなのでまたこの1日2日中にねどんな風に7が変わっていくかまあショートになるかもしれませんけれども嬉しい報告があればさせていただければと思っております、まあ、ちょっとね変わってあげられないのでね相当痛いと思いますあの尻尾あげれないっていうのはねだから まあ、そっとしといてやれることをサポートしてあげるしかできないんですけどねあまりに注意してたんで嫌がられました。<laughs> もうお母さんがね泣きそうですけどそんなこと言ってられないのでね笑顔で普段通り奈々がより心配かけるようなお母さんじゃないとびまろで頑張ろうと思います。ありがとうございました